歴史のある2人のこの対決になりました。そしてこの魚群としてはマチャボウ初陣となるこの一戦です。さあ魚群マチャボウ対するはサイクロプスアスリートゲーミング大阪カズノコの一戦。まずはじりじりとした地上戦からスタート。互いにやっぱりこう中足ラッシュですよ ね、 そうですね。これは本当にまあこのゲーム全攻守強力な動き。うわただいきなり打っていったドライバーツ無敵技。カズノコといえばやっぱりその暴れの通し方が本当にうまいことで有名なプレイヤーなんですけども、前回もここから勝利を手にしたってのありましたからね。無敵技をね本当にガードされない、まあ、されることもあるんですけど、やっぱ印象的なシーンで当ててる、当ててくる、そういうプレイヤーですよね。さあラッシュの細かい攻撃を使う。ここマチャボーも自分のターンを取り返していく。ドライバーズを使って端に追い詰めていく。ページが陣内から深め足インパクト、ここに来 た橋のインパクト、鮮烈なイメージをなる。投げてくさせて、はい、パシコタ、ここは波動でフォローするがパシコタ、ドライブゲージを少し奪いながら自らのバウンド勝負の一手、勝負に行ってくる、こっちも勝負の一手、中断、あ中断コンボはない。お互いにゲージの2本あると削りもありますからね。狙いにいきますね。スピードから割り込んだ、うわーそうだった、地強気効果まあ寄せりだった。勝負強さが出ているか、カズノコ。カズノコの放つ暴れ弱攻撃、ジャックパンチといえばカズノコパンっていう名前がつくんですけど、そうですね、カズノコキック出ましたね。カズノコキックまさか強キックで暴れるとは。地上のカズノコキックでかい。まずはラウンドリード、かなり強力な技ですからね、キャビの中でも。今のでも本当にどっち上がってもおかしく、削りレベル 2SA、ね、使えば削りもあるようなシーンだったんで、競り勝ったの大きいでしょう。ジャッケラッシュから中足波動から SA3 までつないでいくマチャボーで、カズノコのドライブゲージ相当厳しくなりますよ。 1.5 本約削ってから置き攻めを狙うマチャボー。足も近い、中足 OD 波動ガイドしている。カズノコはどう抜け出すのか。大事後ろ投げ入れ替わった。前の有利を取っているのはカズノコ、上からキャノンストライク前を崩していくが、ここは軍人竜巻でラインを稼いでいく。中強フォローでオーバードライブ波動、これバーンとしたと。しかもカズノコこれで CA になったんで、そうですね、倒しきりが見えている状況ではあります。ドライブゲージがちょっと心もとないですか。おお、ここストライクを読んでいたか、スイッチャンプマチャボーただ噛み合っていない。カズノコが画面の足元追い込んだ、上ここはスパイク対空、これ1本の SA がポイント。ここで耐えたらマチャボードライブゲージが戻ってくるが、ガードの上流れるようにインパクト、そしてデルタネットアサルト、クリティカルアーツで畳みかけていく。ロックオン完了。すごい顔してる剣がロックオン来ましたね、来ましたね。ちょっと今プレイヤーカメラに注目したかったですね、言ってるのかどうか。ボソッとポイントになるのは、あのバーンアウト中に画面足インパクトを狙うんじゃなくて、回復した後に狙ったんで、ちょっとそのマチャボの警戒が薄れたかなっていう、確かにところですかね。やっぱりそのバーンアウト中のインパクトスタンになるので、すごいその警戒するじゃないですか。そうゲージも1本あったんで、終わった後なんでスッと入っていったっていうところは勝負強さですよね。ここ大きな隙がある技に対してマチャボが中強から画面足に運ぶポッポ選択を使って優位な状況を作っていきます。おーおー、すり抜けた、差し返す形になったか。足を振ったこの前にカズノコがうまく入りました、うん、差し返し相手が伸ばした足を刈り取っていく。体力若干リードのカズノコ、ドライブゲージも豊富に持っている。ただここが止めている、うん、ゲージを使いながら運んでいく。マチャボドライブゲージ回復したいですね。使っている、暴れている、割り込んでいる、足を継続マチャボ大ターン、ガード、おうまくガードしました。大強ってやつですね、まあ、キャミーの、OD、キャノンスパイクは、はい、ただの無敵当たりではなくて、当たると画面の位置を入れ替えられるんで、やっぱり追い詰められた時に強いですよね。で今打っていったんですけど、まあ、マチャボが今日の陣内キャッカー下がるという選択肢でガードしていきました。さあマチャボは水中ジャンプを対策で少し置きながらも前を取って、うん、昇竜拳での対空、そして地獄車画面の足に追い詰めた。カズノコはどう切り抜けるか。ここはジャッケラッシュからアローで繋いでいく。バーンアウトギリギリのところで駆け引きしてるんだな、そうですね、2人ともお互いですよね。そう結構ね、あーっと踏んじしまった、走って止められなかったか。ここはスピンドライブスマッシャーで一気に画面なしでこう招待。カズノコダッシュ、いやー狙いました、バーンアウト素晴らしい連携で削り取る。マチャボは3ゲージあるぞ、うん、キャンセル可能な技から SA3 というタクもあるが、後ろバーンアウト中なんで攻める。うわー、そしてこのままいく、おー使っている、なるほど、遠かった、距離が少し遠かった、これはまずいぞ。1点ピンチになってしまったマチャボ、足元うストライクうますぎる、今の大投げ、これも対策、いいえー何それ、
ピンドライブスマッシャー。しかも一本。この勝負感で生きてきているカズノコ。今最後のシーンなんかもう100回ぐらいうまいって言いたいシーンでしたね。あの上り、まああれ投げに対してもちょ警戒の選択肢になってる上に、まあ、最後のディーサルをレベル 1SA のスピンドライブスマッシャーで取ったことがいや本当にあのキワキワの状況でよく状況が見えていたなと。ハリー我慢以外に全て勝つような動きを見せていた、うん、さあここは中段持続セットプレイからこれは続いて勝利出る持続投げてこのタックはあまりにも強い。ここ持続セットプレイで安全にここは倒し切っていく。最後は昇竜拳でフィニッシュ。マチャボーが2本目を取りました。剣のパワーのやっぱり画面足の部分ですよ ね、 押し込んで橋の攻め強力と何やっぱりその強攻撃をガードさせて、まあ、オフ攻めで立ち食いパンチを持続を重ねるルートがやっぱりその強攻撃でガードさせるだけで相手のドライブ率かなり削れますので、その上で攻めが続くというのは強力ですよね。マチャボーが少しずつペースを掴んできたかのように思われるこの第2ゲームから最後のセットへ。うまいパニッシュカウンターから繋いでいく。上垂直ジャンプがあるため数の子も不用意にはストライクで飛び込めない状況。地上をどう歩くか。お互い読み上がり少しじりじりとした展開だが中足が刺さる。ここが肝になる、うん、一つ目の投げマチャボはどう抜ける。足は強力。ここは OD 竜巻で逃げていきました。そしてドライブゲージが少ない数の子波動で削りに行く。カウンター繋いで確認している見事素晴らしいコンボ選択。家族はまたしてもこの画面下で逃げなければいけない中足牽制を刈り取るかのようなマチャボの中継から足もパニックになってる。ここでマジかデカすぎる一発サルド投げ抜きを狙いに行く。家族はバーンアウトが見えている。マチャボは3ゲージここで回復完了。どう出るんでしょうか。 SA ゲージは2今やる家族互いドライブラッシュしああ勝負にいった使いに行った。ここの勝負投げ一発圏内打撃策あまり割れてる。これは走り切って残りそう失敗風神雷客おそらく残るでしょうか。残りますね。から削りもあり得る。波動削りおー抜けるアクセルスピンナックルで抜けるもうガードじゃダメよ抜けるもうダメだうわーやっぱり勝利勝利これがあまりにも削り合戦では強い。マッチポイントは魚群マチャボ難しかったらお恥ずかしい素晴らしい。さあ3ゲージ獲得加速タイミング使いというかうわーいやーここで流儀客の強みが出る。カウンターから一気にガメ足距離を取ったマチャボラッシュ大ファンしゃがみやられ限定ジャクジャク減る放流セットプレイラッシュが通った。ここはスピンドライブスマッシャー、うん、1ゲージを使っていく判断になった数の子置き攻めはできない。そうですね置き攻め5番バーンアウトバーンアウト見てますね来たらチワシこのチワシがあまりにもうまっ差し返したマチャボが狙いたい一手に数がピンポイントで差しに来た。これ2本のゲージがねありますから上怖い飛びにもなる勝負いく空中ぐらい対策だマチャボーが耐えている、うん、最後は SA2 疾風神雷閣先鋒戦を制したのは魚群のマチャボー見事なプレーでした。空中逃げたことでマクセルスピンナックルで横押しつつとりあえず体力削って、うんまあ、倒しに行くっていう選択肢だったんですけども、はい、ちゃんとしました。